今日紹介する作家は小泉八雲。ジャーナリストとして来日した後、日本で英語教師として働いていた著者が静岡・焼津の海を見て書かれたといわれる随筆です。小泉八雲、夜行中。夜空に瞬く星と波まで輝く海の夜光虫を眺めながら、著者の思考は生命の神秘、宇宙がこうしてあることの奇跡、そして自分が存在していることの意味へと導かれていきます。月なき無休の夜空に数多の星がきらめいて、横たわる天の川もひときわさんざめいている。風はないでいるが、海はざわめいている。ざわと一つずつ押し寄せてくるさざ波が、みな火のようにきらめいている。たゆげに寄せる波はことごとくろうそくの炎に似て黄色に光っている。中に真紅に、また青く、今またオレンジ色に、果てはエメラルド色を放つものがある。この壮麗な白縫いの光、輝きを作っているのは生命である。無数に群れなすとはいえ儚いものである。今を生きようと、かつ燃え、かつ消えゆくのである。やがて私は思い立った。恒星と流星の幾百万年という歳月も、万象の流転の中では一匹の死にかけた夜行虫の一瞬の閃光に優る意味を持つだろうかと。ああ、私も夜行虫の一つである。無量の流れの中に儚くも漂う輪廻体の光の一つであると悟った。時にルビー色に、時にサファイア色に瞬く、今はトパーズ色の炎、さらにはエメラルド色の炎に移り変わっている。しかし写し用のどこにも白い光を見ないのは不思議である。するとどこからともなく天の声が聞こえきて語った。白き光は高貴なものの光なり、白き光の輝きに奉仕するのが汝の役目なり、汝の燃える色こそ汝の価値なり、汝の生きるはその一瞬なれども、汝の鼓動の光は生き続けん。汝の死によりて輝けるその刹那、汝はありがたくも神々を作る者の一人とならん。いやー、お腹すいたな、いい匂いがするな。さっき見たんだよ、チンジャオロース。